めちゃくちゃ大きいです。さわら、こちらもすごい美味しそうですね。うん、うん、うまいったガールが行く突撃うまいった旅、それではスタート。皆さんこんにちは、うまいったガールのことみです。本日もうまいった旅東海岸やっていきたいと思います。今回紹介するお店はですね、なんとツイッターでですね連絡をいただきまして、今回お伺いさせていただいております。本当にありがとうございます。ということで今回紹介するお店はですね、こちらの千葉水産さんです。主に魚系の加工だったり、そして販売もやってるそうなので、いろいろお話を聞いていきたいと思います。千葉水産さんなんですが、会社の敷地内でですね、なんと販売もやってるそうなので、早速行ってみたいと思います。こちらにありますね、我が家のあったか惣菜って書いてあります。すごく美味しそうです。早速行ってみたいと思います。と思います。こちらのお惣菜の一番のおすすめはありますか？おすすめは、はい、何でも大きいとか、はい、安いとか、はい、いっぱい入ったのを売りでやってます。あ、そうなんですね。一番人気の商品って何になりますか？一番人気は今日のメニューでいうと、はい、お得シリーズ、はい、ここは絶対に、はい、まず初めの人は食べてほしい感じですね。あとご飯、炊き込みご飯、ご飯も売ってるんですね。炊き込みご飯やってます。どういったお客さんが多いですか？もちろん主婦、はい、あとは男性がかなり。そうなんですね。時間帯は何時頃になりますか？ここで4時から7時までやってます、はい、そうなんですね。ただ夜7時からやっぱり夕食、はい、そうですね、夕食の時間帯なんですね。朝たちをね、手伝いたいなっていうところから始めたので、はい、そうやってみんな作らないでっていう感じで帰り寄ってってくれます。あ、そうなんですね。あとですね、こちらにお弁当ってあるんですけど、お弁当も売ってるんですか？はい、お弁当は初めて1ヶ月ぐらいかな、はい、になるんですけど、はい、本当に忙しくて何もしたくない時はこれだけ買えばいいんじゃないっていう感じで用意しました。こちらは変わったりはしますか？今のところ毎日違います。あ、そうなんですね。全てが日替わりで、私が自由にやってます。そうなんですね。でお姉さんの気まぐれでね、いろいろ変わるっていう感じなんですね。ぜひね、お姉さんに会いに、そして気まぐれのね、お弁当なんかも買ってみてください。それでね、ちょっと一つ、はい、いただいてもいいですか？はい、何がいいでしょう。今日のおすすめとかあったらそちらをいただきたいんですが、今日はやっぱり大きい、はい、今ちょうどホッケのフライを揚げていて、はい、これオープン当時からずっとやっている看板メニューなので、はい、今揚げたてできるのでこれ食べてみませんか？はい、お願いします。今ちょっとあと1分半ぐらいかかるので、はい、少々お待ちを。はい、わかりました。では1分ほど待ちたいと思います。めちゃめちゃビッグサイズではいただきたいと思います。今回はですね、特別にこちらで食べてみたいと思います。それではこの大きいホッケのフライいただきます。めちゃくちゃ大きいです。いただきます。うん、もう揚げたてサクサクでめちゃくちゃ美味しいです。この時期のホッケってね、本当に美味しいんですよね。うん、すごいね、身もすんごい柔らかくて美味しいです。いや、これは夜ご飯に食べりつきたくなりますね。うん、美味しい。身がね、本当にふわふわしてて柔らかいんですよ。そしてですね、なんとこのサイズで値段が450円です。めちゃくちゃ安いですよね。そしてなんといっても、私さっきからすごいねパクパク食べてますけど、骨がないので本当に食べやすいんですよ。
ぜひね、お子さんもね、やっぱり骨が気になって魚あんまりね食べてくれないんだよねっていうお子さんとか多いと思うんですけど、こちらはもうその心配がないのでぜひ買ってみてください。こんにちは、よろしくお願いします。社長さんに来ていただきました。会社のことなどね、いろいろ聞いていきたいと思います。じゃあ千葉水産さん、創業は何年ぐらいになりますか？そうですね、はい、私になってから大体50年ぐらいかな。すごいですね。そうですね、最初は、まあ、あの魚を売ることから始まって、はい、ずっとやってたんですが、はい、今に至って出るんですけどもね、はい、それとですね、今まあ時代がこういった時代で、はい、コロナ禍の、まあ、どんどん人も増えてるしっていうことで、はい、まあ、自動販売機っていうのは前から、うん、まあ、考えてたんですよ、はい、自動販売機、魚でね、魚を売ることはできないだろうかと、まあ、私どもの会社は、はい、まあ、病院関係、あと保育園だとか子どもたちのために骨のない魚を提供してるんですが、これを自動販売機で販売できないかなということが、まあ、今回のきっかけなんですがね、まあ、こういった時代ですから、はい、またあの新しくですね、いろんなものを挑戦していきたいと思います。すごい、やっぱじゃあお客さんの買いやすいようにっていう形で始めたっていう感じなんですかね。そうですね、あの魚ってもともとカルシウムだとか、はい、そういうの高いもんですから、まあ僕もあの保育園だとかも、まあ、一生懸命魚を食べようと子どもたちに呼びかけてやってるんですけども、はい、そういったのも含めてですね、あの骨のない魚を自動販売機で、まあ、お子様のためにも、まあ、買っていただければいいかなと。それとですね、子どもがですね、あのここに買い物に来て親とも一緒に来るんですが、はい、子どもが選んでですね魚を買ってくるんです。そしてあのやっぱ子どもが選んだものはね、食べるんですね。そうですね、食べなかった子も食べるようになったと、まあそういった意見もありますから、はい、大変いいなと思ってやっております。最近はそうですね、なんか魚離れがちょっとあるっていうのもちょっと聞いたんで。そうですね、はい、水産業界も全て、まあ、今魚離れっていうことはもう深刻な問題なんでね、はい、新しい企画をどんどん立ててやっていきたいと思います。はい、今あのお歳暮の時期でございます。はい、まあ、お歳暮っていうのをね、いろいろ考えまして、はい、自動販売機でなんとかお歳暮を、まあ、メインにして出したいなと、まあ、自動販売機に写真を入れてですね、金額を入れてそれを押すとあの送り状が出てくる。そこにいろいろ商品書いてありますんで、それを書いてあのポストにいただいて入れてくれれば事前に送るというようなね、これから新しい感なんか、ものを求めてやっていきたいなと思っております。はい、すごいですね、発想が。なんかね、今の時代を掘り越して、はい、もっともっと先のことをね考えながらやっていきたいと思います。はい、じゃあこういった感じでね、もっとね魚がね食べれるようになればいいですね。まあ、一番なんですがね、はいはい、では皆さんぜひね、子供とそしてね総菜を買いに来てみてください。よろしくお願いします。こちらが先ほど言っていたお歳暮ですね。そうですね、はい、こちらまでですね。骨がないサワラ、こちらもすごい美味しそうですね。そうですね、はい、このお子様にも非常に人気がある魚なんですよ。はい、夜ご飯って感じもぴったりですね。そうです、あの骨が全くないんで、もうガブついて食べれるし、はい、まあお酒のお供にもいいし、そうですね、いいですよ。最高ですね、はい、最高です。皆さんぜひ自販機で、はい、買いに来てください。それではですね、自販機で買ってみたいと思います。今回はですね、こちらの煮付けの煮付けを買いたいと思います。こちらに番号が入るのか、8番ですね。こちら、押します。こちらがホッケの煮付けになります。こちらはレンジでチンしてすぐ食べれるそうなので、家に持って帰って食べてみたいと思います。はい、ということでお家に帰ってきたので、早速こちらね、いただいたホッケの煮付け、そしてこちらもホッケですね。こちら骨がないやつですね。こちらをちょっと今から温めて焼いて食べてみたいと思います。こちらに
美味しい食べ方とか載ってますね。ありがたいです。こちらも食べ方が書いてあります。本当に多分このまま入れていい感じですね。それでは温めて食べてみたいと思います。それではこちら完成しました。めちゃくちゃ美味しそうです。今日の私の夜ご飯はホッケ尽くしということでいただきたいと思います。まずこちらホッケの煮付けからいただきたいと思います。うわ、めちゃくちゃ柔らかい。いや、美味しそう。うん、うわ、美味しい。うん、身がめちゃくちゃ柔らかいですね。うん、味付けも程よい甘みがあって子供もね、すごく食べやすいんじゃないかなと思います。やっぱ骨がないから本当食べやすいですね。もうね、とにかく油がすごいんですよ。もうね、油も本当嫌な油じゃなくてね、すごいジューシーな油なんですよ。生姜を刻んでみたので生姜とも一緒にいただきます。うん、あ、やっぱ煮付けはね、生姜と相性抜群ですよね。まずい。続いてこちらのホッケ、なんかおすすめのレシピで炙りマヨっていうのがあったので、ちょっとマヨネーズでね炙ってみました。こちらもいただきます。もうね、見てこれ、油がすごい。魚でこの油出るってなかなかですよね。美味しそう。焼き魚にすると煮付けはね、やっぱ油がちょっと出ちゃう感じありますけど、もうジューシーな油がもう直に感じれますね。めちゃくちゃ美味しい。うん、この煮付けのタレにお米入れて食べたくなるぐらい、この味付けのタレもめちゃくちゃ美味しいです。じゃあ続いて、ちょっと先ほどいただいたんですが、こちらのホッケのフライもいただきます。時間経ってるのに、聞いてください、これまだサクサク。うわ、美味しそう。うん、うん、おいしい。煮付けに魚を焼いて、そしてフライで焼ける。どれも美味しいですね。それでは最後の一口いただきたいと思います。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。はい、ということで千葉水産さん、いかがだったでしょうか。もうあのね、大きいフライめちゃくちゃ美味しかったです。
他にもね、いろんな種類もありまして、ご飯系はね、たくさんありましたので、やっぱりね、今日夜ご飯ちょっと作るのめんどくさいなとか、お弁当のおかずどうしようとかっていう方はね、ぜひね、こちらに来て惣菜買ってみてください。そして自動販売機もですね、24時間やっておりますので、夜ね、なんか急に魚食べたいなって思った方はね、ぜひ買うことできますので買ってみてください。そしてこの時期、お歳暮、そしてお正月も近いですので、ネットのね、注文もやってるそうなので、ぜひ調べてね、ネット注文したい方はそちらもよろしくお願いします。ということで、この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いします。今回ですね、SNS、Twitter で連絡をいただきまして、取材させていただくことができましたので、今後もね、札幌近辺撮影してまいりますので、もしうちのお店撮ってほしいよっていう方いましたら、ぜひ連絡のほどお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。